無印のインディゴカバーオールをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、どうやら今年から無印が本気を出します。素材がね、コットン 80% とカポック 20% ってのがあるんですよ。はい、本日はですね、本気を出した無印のインディゴカバーオールをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、こちら YouTube の中でも皆さん結構評価してるじゃないですか。どんな感じなのなと思ったら、どうやら今年から無印が本気を出します。めちゃくちゃアパレルのエリアが広くなってきて、誰がどう見てもうわ、洋服に力入れてきたなって感じなんで、めちゃくちゃ僕も楽しみにしてね、こちら購入してきました。しかもね、すごいんですよ値段がね。なんとこれ見てください、7990円ということで、何がすごいかっていうと、7990円、へーって思うじゃないですか。これショッピングバッグ入れたらぴったり8000円なんですよ。考えられてると思ってね、僕心斎橋パルコで買いに行ったんやけども、心斎橋パルコって8000円以上買ったら駐車代2時間無料になるんですよ。で、7990円じゃないですか。うわ、あと10円足りひんなと思ってパッと見たらね、10円でショッピングバッグ売ってます。ちょうどいいやんと思って買わせていただきました。で、ぴったり8000円ということで購入したんですけども、まずはこれね、サイズ感を見てもらいたいなと思いますし、僕実際買ってみて思ったのが、正直な感想はね、なるほどねっていう感じだったんで、その辺もね、最終的にはなんでなるほどねってなったかっていうのをお伝えしていきたいなと思います。まずはですね、こちら L サイズで着用していこうと思いますので、見ていただきたいなと思います。今回ね、カバーオールになってますので、カラーがこのデニムっていうやつ以外にも、ホワイトきなりがかってるやつとか、あとベージュっぽい黄色っぽいやつとか、そのあたりがあるので、まあ別にデニムに特化せんでもよかったんですけど、まあなんせ今シーズン結構デニムの話いっぱいしますし、ついこの間もファミリーマートのやつもね、やらせていただいたっていうところもありえるので、デニムをやっていきたいなと思います。結論から言うとね、めちゃくちゃ無印らしさが入ってるんですよ。だから正直言うと、無印が好きな人は絶対買い。だけど、洋服が好きな人は買わなくて OK っていうところが僕の結論になってますので、その辺をちょっと見ていただきたいなと思います。まず L サイズ、これ見た感じどうですか。あのシルエットから見て分かる通り、どっちかっていうと最近流行りの少しゆったりしたシルエット感になってて、カバーオールなんですけど、ジャケット感覚っていうよりかはシャツ感覚に近いかなっていう印象です。っていうのもなんでなんかっていうと、この袖口とかにこう止める場所がないんですね。だからイメージ的にはこうダラーンとなってるっていう、手首でキュッて締まるっていうのって、まあ、G ジャンとかもそうじゃないですか。 G ジャンとかもここにボタンがあってキュッて締まってる感じあるんやけど、それがないのでダボっとしてる感じなんですけど、めちゃくちゃ軽く作られてるんですよ、この無印のジャケット。あ、来た、その軽ってなるんですね。なんでこれが軽いんかという秘密がありまして、これをまずね、無印らしいところ一つ目、何かというと、素材がね、コットン 80% とカポック 20% ってのがあるんですよ。で、カポックって僕今回初めて聞いたんですけど、何なのかというと、東南アジアにある木らしいんですね。木を糸にしてるっていうことで、これパッと見た感じね、多分わからないと思います。で、よくよく目を凝らすもわからないんですよ。なんでなんかというと、この糸の一本の間にコットンとカポックがねじ曲げられてるとか、一緒にもう混合されてるんですね。ちょっといつもやってるの見ましょうか。この感じで、このもともとコットンってこれですよね。コットンボールっていうこの植物のコットンが使われてて、それに 20% 木をこのように混ぜ込んで、こうまあ綿になりました。で、この綿をさらにゴミを取っていって、なおかつ糸の毛並みを揃えた状態っていう、スライバーって言われるんですけど、この状態になりましたってなった時に、もうコットンと木が混じってても正直わからないんですよ。だから僕らの目から見て、うわ、これコットンとカポック混じってるわっていうのは絶対わからないと思います。で、それをもし分かってる風のやつが言ってたら、こいつ知ったらしてるなと思ってね、あんまり近寄らん方に、していただけたらなと思いますので、とにかくカポックっていうのが入ってるんやと。で、このカポックっていうのが面白くて、普通コットンとかもね、ここをね、ブチってちぎるじゃないですか。このブチってちぎったら、この断面っていうのを細かく見ていくと、中に少し空洞があるんですね。で、このカポックっていうのも同じく、これをバツンって切った時に空洞がちゃんとあるんですよ。だから中にぎっしり詰まってるとやっぱ重くなるんですけど、空洞があることによって軽いんですね。で、これはやっぱ天然素材ならではのね、いいところであるので、この軽くできる。で、なおかつその隙間があるっていう、コットンの内側に隙間があるからどうなるかっていうと、水を吸収しやすいんですよ。だから例えば汗かいたりなんかしても、しっかりこう吸収性があるというか、汗をちゃんと吸い取ってくれるっていうところも良さがあったりするので、まあ、この辺のカポックっていうところを入れたことによって、よりこう軽さが出たりとか、あとまあ吸収性が良くなったりとかっていうところにはなってるんじゃないかなと思います。だからこれの辺を使うっていうのが、いかにも無印らしい。で、正直言うとデニムだけで言うとね、こういったデニム 100% 使ってるやつの方がやっぱ本物感っていうのがあるんですよ。例えばこういうデニムジャケットって、こうボコボコした風合いとかがあって、これはコットン 100% あえて細く太くすることによって、ガンガン詰めて折っていくと、こういうムラ感が出てくるっていうのが、まあ洋服がお好きな方には向いてないっていう理由が、それ。お洋服を好きな方って多分こっちとか、以前僕もユニクロの中でもこれはおすすめですよって言ったんやけども、こういうユニクロのセルビッチのパイ
プとかの方が洋服としての完成度は高いんですけど、まあ、ただこれはオーガニックとかやっぱ天然にこう特化してるっていうところがね良さになってくるんじゃないかなと思います。そして次に来た時にもう一個思います。軽っ、そして柔らかってなります。で柔らかってなる理由としては、ははーん、これは生地がペラペラのやつ、ペラペラのやつ使ってるんでしょうと思うかもしれないですけど、別に生地がペラペラっていうわけでもないんですね。ちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、生地のね厚みだけで見ていくと、例えばこのあたりやったら、0.8 ぐらいあるんですよ。で 0.8 あるって言ったら普通にこういった G シャンとかレベルなんですね。多分ユニクロのやつもこれ 0.7 とか 0.6 ぐらいちゃうかな。ちょっと一回測ってみますね。そうですね、やっぱ 0.7 とかぐらいになってるので、これね僕がね以前おすすめした時に結構購入された方多いと思うんですよ。でこれ確かに良かったっていう方多いと思うんですけど、ちゃんと結構張り越しのある、まあノリがついてるから張り越しがあるんですけど、まあ、これに関してはもう洗いの加工がされてるので、このユニクロのやつと同じぐらいの生地感とか、もうちょっと分厚いかもしれんけど、まあ柔らかく着れるっていうところが、洗いの加工をかけてるところもそうやし、あとコットンは全てオーガニックを使ってるんですよ。オーガニックコットン使ってて、先ほどのこれを見ていただいたんですけど、このオーガニックコットンってよく見てください。見るからに柔らかいんですよ。でなんでなんかっていうと、無農薬でこのコットンが栽培されてるんですね。でやっぱり農薬使っていくとどんどんこの糸自体も硬くなってくるんですよ。だからそういうところもちゃんと配慮されてるっていうところが、なんかイメージ的にはプチプラ界のパタゴニアみたいな。パタゴニアもようそういうことするじゃないですか、オーガニックとかってするんやけど、まあ、そんなイメージなんで、こう理念強めブランドっていうかね、そういうちょっと理念を全面的に押し出していくようなブランドっていうところが、まあ、いかにもこう無印らしいんじゃないかと。でまあこれちょっと締めていったりしてもね、それでいて洗濯とかも楽なんですよ。だからまあ普通に裏返しちゃって洗濯機にぶち込んだらいいと思うので、まあ、白 T とかと一緒にしちゃうとさすがにこう色移りするかもしれないので気をつけた方がいいと思うんですけど、まあ、これデニム全般何でもそうなんですけど、デニムは全てそうやと思うんですけど、まあ、白いものとか色物とは分けて単体で裏返して洗うと色落ちがなくいけると思いますし、もうノリも結構落としてあるので、そこまですごい色落ちを楽しむっていうようなジャケットではないんちゃうかなと思います。なのでいろいろとなんていうんですかね、こう無印らしさみたいな、こうオーガニックとかカポックっていうのを使ったりとかしてるっていうところもすごいいいんですけど、デメリットとしてはね、デニムジャケットって聞くとやっぱり経年変化とか、あとインディゴって聞くとこうデニムならでは の, あのボコボコ感みたいな、そういうのとかが欲しい方からすると少しちょっとこう物足りないというか、そもそも生地としてがオーガニックにこう寄ってるので、製品としてすごい完成させてるっていうよりかは、あくまでオーガニックとかそういうカポックとかっていうところが一番メインに置いてて、まあ、次にこう品質とかそう経年変化とかになってるので、オーガニック系が好きな人はねすごいいいと思うんですけど、洋服がお好きな方っていうところはちょっと離れてくるんかなっていうところがね正直な印象とします。まあ、サイズとかに関してはちょっと今の流行りっぽい感じなんかなと思うんやけど、これ僕どう見ても少林寺拳法の服とか空手の服にしか見えないんですね。作業着っていうか陶芸家の服にしか僕は見えへんから、僕は全然似合ってないんですけど、まあ、似合う方はねすごいかっこよく着られると思うんですが、シルエットから見ても分かる通り、ずっと長く着るっていうのがデニムの良さじゃないですか。でそれがないんですよ。多分買い替え前提、来年は買い替えることを前提に作られてるので、こういうデニムとかってヴィンテージとかって60年とか、まあ60年はちょっと着すぎで、これはねおいにのサークの方になっちゃうと思うんですけど、まあ、5年とか、まあ、長ければ10年とか着れるようなアイテムやと思うんですけど、まあ、そういうようには作られてないんちゃうかなっていうところが思いますので、あくまで買い替え前提、まだ来年は来年で新しく買うしみたいな感じの、まあ、サイクルの考え方なんかなと思います。デニムの質としては、まあ、同じ価格帯にやったら、はっきり言ってファミマも微妙やったって微妙やったけども、ユニクロの方がデニムの質としては高いんちゃうかなと思います。ただユニクロの G ジャンが出てるか僕ちょっと知らないのでわからないんですけど、もしこのセルビッチの生地使って G ジャン作ったら、多分ユニクロの方が全然値段も安いしクオリティも高いと思うので、デニムやったらユニクロちゃうかなって、まあ、僕は思うんですけど、これ今回メイドインバングラディッシュなんですよ。バングラディッシュに皆さん思い出あります？ゆかりあります？あんまないじゃないですか。僕浮かんだのがね、タレントのローラさんかなと思って、ローラさんが僕同い年やから、まあ、そこでちょっと親近感湧いたりしてるんですけども、あと国旗が似てるっていうね、それぐらいの印象しかないんですけど、このバングラディッシュとかってすごい賃金安いらしいんですよ。とある情報の噂から聞くと1着200円とかで作るらしいんですね。1着縫製するのに200円ですよ。だから価格がまあこれぐらいの価格、オーガニック使ったら普通めちゃくちゃ高くなるんやけども、まあ、8000円切る値段で出せてる理由っていうのが、おそらく1着500円以内ではできてると思います。で量も相当作ってるって考えたら200円とかでは全然作れると思うので、まあ、それ聞いたら分かる通り、こう長く着ていくっていうようなスタイルとしては作られてないんかなとは思うんですけども、まあ逆におすすめの人、これいやそうは言いながらおすすめの人どんな人っていうと、やっぱりトレンドが好きな人とかっていうのにはおすすめですし、ちょっとシルエットとかもこれ毎年変えていってね、シルエット楽しんでいくっていうのもねありなんかなと思うんですけど、僕がそのスタイルじゃないから今顔死にながら言ってるかもしれんけど、僕はどっちかっていうと定番のスタイルを長く
着るっていうのがマインドとしてあるので、僕の考えとはちょっと違うんですけど、まあ、トレンドがお好きな方っていらっしゃるじゃないですか。でそういう方なんかは例えばパンツは定番なパンツ履いてるよと、やけどちょっと上だけ毎年変えてるんやでっていう人なんかはいいかもしれないし、あとは無印大好きな、ムジラーの方ですね。ムジラーの方はとにかく今後出てくるアイテムとかってちらっと僕もいろいろ見てたんですけど、ニットにしても何にしてもやっぱり環境に配慮してるとか、こうブランドのね無印良品っていうのはこういうものなんだっていうのをコンセプトとして、例えばロンティー一つにしてもオーガニックのコットン使ってたりとか、でそれでいて3000何ぼとかでめちゃくちゃ安かったりするので、その代わり人件費がすごいことになってんちゃうかなと思うんやけど、そういう無印良品の考えが好きとかブランドが好きな人にはもう持ってこいの、アイテムようやく待ってました、待ちに待ってましたっていうような感じやけども、まあ、僕のチャンネル見てる方で僕と考えが近い方に関してはちょっと今回はスルーでも全然いいんちゃうかなっていうようなね、ジャケットになっています。だから作りとしては8000円出すにしてはちょっともったいないなっていう印象が僕はあってるんですけど、まあ、無印の理念とかがあんまよく分かってないから、分かってればね、いやいやいやこれ無印の理念素晴らしいから8000円までいいやんっていう人もいてるやろうけども、まあ、僕それやったらもっとクオリティ高くて3万とかでも全然いいんちゃうかなとは思うので、毎年8000円買い替えていったらもう5年で3万ですから、で10年だったら8万円ですから、まあ、それ考えるとデニムって10年ぐらい着れるから少し割高な気もせんでもないんやけど、まあ、この辺はちょっと価値観なんでね、どうなんかなと思うんですけど、Gシャンじゃないんでね、カバーオールなんで、まあそんなに長く着るようじゃないって言われたらそうなんやけども、他の G ジャンの生地の分厚さとか見ても多分あんま変わらん気なんするんですよね。まあやっぱ G ジャンは全体的に1ミリ近くありますね。ファミマの方でも 0.9 ぐらいあるから、このカバーオールより 0.1 ミリぐらい分厚いっていう感じなんですけど、まあほぼほぼそんな 0.1 ミリとか分からへんから、まあ多分このジャケットはほんまにムジラーの方にね取っておきというか、あの素晴らしいジャケットになってるんじゃないかなっていうところが、実際買ってみてという感想になっておりました。まあ今後多分ね無印もねいろんなアイテムが出てきたりするんかなと思うんですけども、デニムに関してははっきり言うと、まあユニクロの方がまあちょっと1ランクも2ランクも上やったんちゃうかなっていう現時点ではね、勝手にそんなあの言うのは正やから、言うの偉そうに言うのは正やから言わせていただいてますけども、まあ今後はねまたどうなるかわからないということで、本日はですね無印良品のインディゴカバーオールを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。